はいどうも皆さんこんばんは、トーヤです。皆さん見ての通りお風呂上がりです。お風呂上がりといったらやっぱり皆さんやることは一つですよね。そうゲームですよね。やっぱりお風呂上がりといったらやっぱりゲームです。ゲーム、それと関連するかどうかは置いといて、本日私あのですよ、バズ所属ネクストステージ代表の金髪 YouTuber 関西のヒカルさんからツイッターでフォローいただきました。すごくないですか。あのヒカルさんからフォローをもらったんですよ。頑張らないといけないですね。ってわけで今日はこの美容パック系 YouTuber トーヤが紹介するのは、ヒカルさんが出したというぼったくりガチャというゲームですね。アプリか。まあとりあえず表示してみましょう。よいしょ、バズから出てますね。バズからぼったくりガチャ。まあ一応ヒカルさんの動画での紹介を見たんですけど、まあなかなかと。有料の課金システムはあると。でもやっぱりファンの子たちっていうのはなるべく無料でコンプリートしたいはずなんですよ。で、果たして無料でコンプリートできるようなゲームなのか、それをこの私トーヤが自分でやってみて検証していきたいと思います。はい、とりあえずこのぼったくりガチャ開いていきます。お、音ありますね。ダウンロードしていただきありがとうございます。利用規約はヒカルさんを信じてるんで大丈夫です。広告邪魔だな。まあいっか。ぼったくりガチャをダウンロードありがとうな。タップへ投入。広告多いっすねヒカルさん。はい、とりあえず3000円持ってるみたいですね。今僕は3000円でタップへ投入。1000円ガチャですねこれ。緑の箱なんか出ましたね。中二病の黒い手袋。俺の右手には悪魔が宿っているんだ。エクスカリバー122円。安っ。シェアするとお小遣いゲットらしいです。まあいいでしょう。これはひたすら投入ですね。まずはこの3000円使い切りましょう。また緑ですね。ロケット鉛筆小さい頃流行ったよね。おラスト1000円。ヒカルさん頼むよ、いいの出してくれ。カラーペンシル38円。これ絶対200円ぐらいやん。おーな、マジか。結構面白いもん出たやん。じゃあ早速今アイテム有楽者。ついに店長とご対面ですね。店長と店長結構僕ファンなんですよ。有楽者ちょくちょく売りに来てお金を稼ぐのがコツ。なるほどね、自然発生するんだね。なるほど。お、なるほど。連打できないのか。なるほど、そうやってお金を稼ぐんやな。ほんほん、アイテムを買い取ってもらってお金を稼ぐ。ほん、たくさん売ったら店長の金が良くなって高額買い取りしてもらえる。なるほど。特別サービス。お、やべ、店長が燃えてる。ほうほうほう。あ、売却っぽいですねこれ。ほんほん、チュートリアル終了です。チュートリアル終わりました。最後俺からお小遣いあげるわ。ヒカルさんお小遣いあざーす。お小遣いもらいましたね。1万円もくれるんですかヒカルさん。ロビンボーナス、お、ロビンボーナスでさらに1万。期間内にイベントアイテムをコンプリートして男前チケットをゲットしよう。報酬男前チケット1枚。22日0時まで。22日0時。ちょっと待ってよ、今11時です。無理じゃん。無理ですよ、あと1時間ですもん。無理です。あ、でも一応ロビンボーナスでもらえるんですね。とりあえずこの今もらった23000円使い切りましょう。10連とかないんですかね。10連とかまとめて引きたいです。男前ガチャ、これは、あ、これが噂の課金ガチャですね。なるほど。でも僕はあくまでも無課金でのコンプリートを目指すんで、これは我慢します。ゲーム内通貨を男前チケットに交換。ほう、50万。高いよ。50万ちょっと高いですね。50万ちょっと高いんで、これは地道にこれ貯めるしかないですね。じゃあひたすら引いていきます。これ連続で引く機能が欲しいですね。ヒカルさん連続で引く機能待ってます。音楽がなんか和みます。
試しにこれをツイッターに貼ってみましょうか。シェアでお小遣いゲット、いくらもらえるでしょうかね。もらえる額によってはシェアしまくるのシェアですね。ツイッターは完了したよ。5000円ゲット。あ、5000円ももらえるみたいです。ってことは100回共有したら50万円貯まって男前ガチャ引けるじゃないですか。これはいいことを知りました。まあ、とりあえず引いていきましょう。俺のカリスマの秘密を通じておしゃれツールでもちろん受け取ってくれるような、カリスマの秘密を教えていただけるんですか、ヒカルさん。ぜひ通知を送信します。ぜひ。なかなかレアっぽいの出ないですね。基本コレクター気質なゲーマーなんで僕、あのポケモン GO とかもやってるんで、割とこういう何かを集めて揃えるみたいなゲームは得意ですし、燃えるんですよ。とりあえずこのチュートリアル系で貯めたお金で時間がどれくらい埋まるのかっていうのがまず知りたいですよね。もうあと5000円しかないんですけど、一個も出ない。マジか。キャラクター系が出ないのつらいな。これキャラクターデザインやってる人結構僕好みです。ラストです。図鑑見てみましょう。図鑑結構引きましたんでね。現在208種類あるみたいですね。で今31個引けたみたいです。結構ありますね。てか星4以上が1個もない。これ結構辛いんじゃないか。これだけ引いて1つもレアが出なかったんですよ。こんな感じで遊べるみたいです。そんなヒカルさんのこのゲーム、果たして当夜コンプリートすることはできるんだろうか。そんな感じで今後もこのゲームを研究していきたいと思うので、皆さんもヒカルさんのぼったくりガチャでコンプリートを目指せませんか。ヒカルさんのこのアプリはね、ダウンロード先は概要欄に貼っときますんで、よかったらダウンロードしてください。ヒカルさんのこのアプリの紹介する動画も概要欄に同じように貼っておきます。ちゃんとヒカルさんの動画で知った方がいいかもしれないです。僕あのこういう紹介をちょっと慣れてないんで分かりにくかったかもしれないです。最後に一言言わせてください。ヒカルさん、ヒカルさん、僕がこのアプリで図鑑をコンプリートした時にはぜひ僕とコラボしてください。ヒカルさん、そのために僕は全力でこのアプリをプレイしますんで、最強のゲーマー東野がヒカルさんのこのアプリを攻略するんで、その時はぜひコラボよろしくお願いします。それじゃあこの動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それじゃあみんなまたね、バイ。また飲み物を入れる。さあラストスパートか。さあラストスパート。